どうも北沢です今回は超基本軸馬の選び方についてお話ししていきます、えー、目次としてはこんな感じですで初心者の方はもちろんなんですけども是非ベテランファンの方もおさらいというか復習として見ていただけたらなと思いますでは早速いってみましょう本題の前にまずはじめにということでちょっとクイズですあなたは1番人気の勝率や連帯率を知っていますか あくまで全体、まあ、一般的な話で話していきますけれども、まず勝率は約30%、連帯率約50%、副勝率は約60%、まあ、もちろん前後数はしますけれども、一般的にはいろんな条件、もろもろ含めてこんな数値が出てきます。 でここもまあ,あくまで目安参考として見ていただきたいのですがこのように1から3番人気というのはやはり高いです勝率も10%超えてますし産、えー、直内率副勝率も結局40%超えているわけですねで対して4番人気以下になるともう勝率は10%超えるということで非常に厳しくなっていくわけです でえー、ここから言えることは人気予想を軸にすれば圧倒的に的中確率が下がるということをまず頭に入れておくべきだと思いますしたがって出走馬を眺めて軸、まあ、選びを吟味しなくてもある意味一番人気を黙って買い続けていたら確率上10回中6回は3直以内に来てくれるわけです、まあ、最初にこの事実を頭の片隅に入れてから本題に入っていきましょう まず、そもそも軸馬何のために選ぶのかというと、軸馬を選ぶことによって得られるメリットは解目を絞れることですね。例えば、生まれん6頭ボックスと軸馬から5頭流し。選ぶのは同じく6頭でも、総解目点数は15点と5点ということで3倍の開きが出てくるわけです。そして軸馬選びの鉄則。最初の今日の結論ですが、 軸はとにかく、1から3番人気の中から選ぶこと。これをいかにブレずに守っていくかが大切です。まあ、確実的根拠の話ですが、えー、まあ、最初にも言いましたが、条件等により数字は多少変わりますが、一般的にはどこのサイトを見ても同じような数字が出ています。 えー、そして、これはまあ過去僕が調べたことなんですけど、1から3番人気のうちいずれかが3着以内に来る確率は約90%。そして、1から3番人気のうち2等以上が3着以内に来る確率は約50%ということでですね、まあ、これを見てもどれだけ人気馬が来ているかというのが分かると思います。そして、 まあ今のページの数字を見れば1から3番人気の中から軸を選ぶことが理にかなっているということが分かると思いますもちろん確率上、まあ、さっき90%と言ったのでじゃあ残りの 10%10 10回中1回は1から3番人気から選んでしまうと来ない計算なんですがこれを選ぶ条件を1から5番人気の中から変更したところで実は1から5番人気が30区以内に少なくとも1等来る確率は たった5%増の95%にしかならないわけです。であれば、まあ、10回中1回は捨てても、絞りやすい1から3番人気の中から軸を選ぶ。まあ、これがベストだと僕は今思っています。具体的にどうすればいいのというところなんですが、えー、どう選ぶか。じゃあこの3との中から3分の1で選ぶのは分かったというところで、まあ、ここから先正直実績、展開、枠順。 距離、コース、血統ラップなど、諸々な要素を加えて、コールして考えていくわけですね。ただし、ここに関しては、各人のスキルや経験値によって変わってきますので、また別の機会に詳しくこの予想の仕方というのを話したいと思います。あくまで今日は、客観的に判断できる要素というのをいくつか説明していきます。その一つが枠順。該当コースの枠順傾向で絞る方法です。 例えば、阪神芝1200メートルの枠番別成績だと、2枠が頭一つ抜けていて、勝率約13%となっています。まあ、こちらは、競馬コース .com さんから引用していますで。この環境で、例えば、さっき1から3番人気から自己選びましょうとう話し,しましたが、このコースで1番人気が仮に7枠、8枠に入っていて、ちなみに7枠は勝率3%台なんですけども、一方で3番人気が2枠に入っていた。 こんな状況になった時にもちろん実力の比較など必要だと思いますが3番人気をデータ上を軸にするっていうのは一つの方法だと思います続いて決闘で絞る方法該当コースの決闘で見るんですけど例えば東京芝 1600m だとディープインパクトが成績が抜けていて勝率約16%です、まあ、こちらも競馬コース .com さんからですが えー、この環境で例えば一番人気がマツリダゴッサンク2番人気ディープンク3番人気ビクトアルピサンクだったとしたらどうでしょう、えー、ちなみにマツリダゴッビクトアルピサンクともにこの条件だと単勝勝率3%ぐらいなんですけどあもちろんその時その時のその条件で各馬の実力比較など必要ですがゲットのデータだけで見ればこの条件1から3番人気の中から軸選んでなおかつこれだけ データ差が出ていれば、2番人気のディープサンクを軸にするというのも、ある意味機械的な選択方法でありだと思います。そして3点目が機種で絞る方法。ガイトコースの機種傾向で絞るんですが、例えば中山芝線にというのは石橋周機種がかなり得意です。勝率約17%ということで高いですね。もちろん実はデンムール機種ルメール機種はもっと勝率高いんですけど、 まあスポット参戦というかもともとこっちをえー、まあ立党所属ですのでちょっと除外していますこの環境の中で例えば1から3番人気のどれかに石橋周期種が乗って他の上位2番人気までの馬に該当コースの勝率が低く副勝率も20%以下の機種が乗っていたらじゃあここは迷わず石橋周期種にしようかななんて、まあ、そういうのも軸前選びの決め手になるかと思います ということで、総合的に判断すると書いたんですが、今見てきたようにパッと思いつくだけでも、枠番決闘機種と数字で客観的に競馬のキャリア、浅い長いをかかわらず判断できる材料はいくつかあります。ここからさらに、あとは経験値もよりますが、実質的能力比較、展開予想、ラップ分析等をして絞り込んでいけば、実は結構な確率で軸馬当てられるんではないかなと思ってきませんか なんといっても、そもそも副処理率が高い1から3番人気の中から選ぶという前提条件がありますので、まあちょっと乱暴な言い方をすれば3分の1で当てられるわけですね。そこからさらに絞っていってその1と選ぶので、まあそういうふうにして、まあプラスにポジティブに考えれば軸も当てられる、当てるというのはそこまで実は深刻に考えなくても。 頑張っっててて実な努力をしいいいいけば確実に確に率は上がっていくとととと思まますということでまとめ、まあ、よく荒れたレースの後など人気やオッズなんか当てにならねえよなと、まあ、そんなセリフがいろんなとこから聞こえてきますただその一方データを見ると、まあ、今見てきていただいたと思いますが1から3番人気がかなりの確率で馬券に絡んでいることが分かると思います えー、得てして、まあ、大荒れの時など、まあ、当てなんないな、世間の人気なんてって思ってしまいますが、それは一時のことですね。全体を通してみれば、実は、僕は、世間の皆様の予想、すごいなと思います。これだけ一部から三番人気が、かなりの高確率で来ているんだれば、まあ、それを見た上で、馬券を買う、判断するっていうのは、大いに戦略としてありだと思います。だから、結論としては、あくまで軸馬は、 勝率が高いいから3番人気の中から選ぶということをまずは徹底してみるといいと思います。初心者の方に関しては、えーまあ、1から3番人気と言まばまずは1番人気を買い続けるでもいいかもしれません。さっき話した通り復勝率60%あるわけですから、まあ、黙っていても10回中6回来てくれるわけですね。まあ黙っていて買い続けて10回中6回も来てくれるなら3連服の軸とか3連携の軸であれば。 三軸までに来ればいいわけですから、もう十分ですよね。まあ、そうして感覚をつかんだ後に、この一から三番に。から絞る吟味するという作業にステップに移ってもいいかなと思います。ということで、今回は超基本軸馬の選び方について話してきました。えー、まあ、この軸馬選びは競馬ファンの永遠のテーマだと思うんですけども。やっぱり穴馬券を取った後、まあ、しばらく穴を。 軸に、人気椅を軸にしてしまうってことよく誰もが通る道だと思います。僕も正直、一時期やってました。ただやっぱり冷静になって考えると、軸馬を人気を子にすると本当に適中確率が下がります。だから、全体を通して数字でも意識したときに、やはり上位人気を軸にする。ここに行き着く気がします。えー、では、今回は、えー、今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。また来週以降、今度は穴をの見つけ方など、など、 話していきたいと思いますので、よかったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。